タドルファンタジー、お前にはこの報酬をやろう。はい。はい、こんにちは、前チャンネル前原です。です。ということで今日はこちら、仮面ライダーエグゼイドのデラックスタドルレガシーガシャットです。お前にはこの報酬が必要だろう。はい。タドルファンタジー。タドルファンタジー、まだ迷いがあるようだな。ということでこちらがタドルレガシーガシャットだ、うん、表が白で裏が金っぽくなっているな。はい、この辺のデザインとかかっこいい。はい、絵柄はこんな感じだな。ここに配線が出ちゃってね。配線があるな。ということでタドルファンタジー、恋人の意識を取り戻したければ絶縁シートを取る。スイッチを押せるぞ、きっと。タドルレガシー、響いてたな。ゲームスタート。ゲームクリア。今こそ審判の時。ゲームドライバーにセットできるかな。わかりました。これがハンドレッドだ。タドルクエストの音に似てるな。はい、本当にハンドレッドなのかこれは。わかりません。では念のためだ、タドルファンタジースロット1にタドルクエスト、スロット2にタドルレガシー入れてみてくれ。はい。違う音が鳴ったな。うん、では決め技スロットに入れてみよう。はい、ビクトリーだ。これも入ってる。あとタドルファンタジー、お前の武器だったな。こいつにセットしてみようか。タドルファンタジー、これがお前の報酬だ。はい、レベルハンドレッドの力を使ってドミノを倒してこい。え、ドミノ。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスタドルレガシーガシャットでした。さもなくば思えば絶版だ。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。はい、じゃあパパね、下ほら短パンだった。